さあオリックスですけども、今回の内容は外野手問題ということで、オリックス長年の課題でございました外野手についてですね、今1軍2軍ともにかなり深刻であるということで、まあ間違いなく助っ人であったりとかトレード、FA、ドラフトにかなり影響するんじゃないかということだったので、今回お話をさせていただきます。まず1軍の外野手問題についてお話をしていくんですけども、かなりですね層がギリギリでございまして、3枠なんとか今埋まってる状態なんですけど、1人が誰か怪我すればちょっと厳しいっていうような状態になってます。例えば杉本選手ですね、今年戦うとこう変わる形でレフトに入っておりますけども、パリーグ3位のホームラン、もう OPS も非常にいいということで、肩的にまあレフトが一番いいんじゃないかっていうことですけど、頓宮選手みたいにですね、まずは率を上げてから長打を意識するみたいなモデルに変えているのかなという今年でございます。そして2人目が中川圭太選手ということで、ファーストと外野手全般をね務められるんですけど、打率がね、まあ、2割5分切ってます。その代わり去年は8発だったホームランをすでに前半だけで6発打ってるということなので、長打力をちょっと意識しているのかなっていう感じですね。そして3人目が茶野選手ということで、ここ最近はね高卒2年目とか3年目とかいろんな条件をくぐり抜けた選手が新人王になってるんですけど、茶野選手は生粋の1年目ということで、ちゃんとした新人王候補ですよね。とにかくまあ波が小さいということで、今日打たれへんかったらちょっと厳しいんじゃないか、外れるんじゃないかっていう時にね、何度も4回ぐらい打ってるんじゃないですかね。まあおそらく、レフトが一番守りやすそうにはしてるんですけど、守備とか肩とか、まあ含めてですね、ライトを今主戦場にしております。水本監督が代行になってからですね、スタメンを外れることが多くなったんですけど、まあコンディション不良なのか、怪我なのかわからないですが、65試合今年あって59試合にはスタメンということなので、まあ他球団がですね育成で独立野手を指名するっていうのがトレンドになりそうな感じですよね。そして4人目が福田周平選手ということで、水本さんが代行になってから直近4試合で3割ということです。 OPS も非常にいい。まあもともとねセカンドも内野も全部やりますみたいな話でしたけども、今のところは外野一本での起用が続いてますよね。まあ開幕2軍とかいろいろこう辛い時期もあったんですけど、結局福田周平が一番でハマってるっていうような状態に今はなってますね。そしてサブの要因ということで、あと2人ですねご紹介していくんですけど、まずは小田裕也選手ですね。まあ今年非常に打撃が好調ということだったんですけど、6月の打率は2割ということでございました。まあ打つ方はねちょっと波が非常に激しいということですけど、まあ守備とか走塁面に関しては間違いなく必要な戦力になってます。そして佐野光大選手ですね、まあ2軍ではもうやることがない無双中ですけども、6月も打席少ないながらいい成績を残しております。まあ基本的には守備要員とかダイソー要員なんですけど、たまにスタメンで出た時のこの火力っていうのはすごくいいですよね、発揮しております。以上がですね、まあ、1軍にいる選手になるんですけど、まあ主力と、まあ、福田周平選手をサブと入れるのであれば、まあ 3-3 ぐらいになってるんですね。でやっぱりラオウとかケイタとかが怪我してしまった時にどうしてもですね長打が不足してしまうということなので、そのためにですね2020年から、まあ、長打力のある外野手を3年連続でね、まあ、指名していってるわけなんですけども、ちょっとその前島にいる外野手たちが苦戦をしているっていうのが今日のメインテーマになっております。かなり多いんですね、数はむちゃくちゃ多いんですよ。例えば野口選手ですね、1軍で2割切っておるんですが、まあショートのもともとね指名されてましたけども、センターが抜群に上手いということで起用されることが多いです。まあ、来年ね勝負の3年目ということなので、まあ1軍に顔を出す期間っていうのはちょっと多くなるんじゃないかなっていうのと、正直も2軍でね1週間で4発ホームラン打ったりとかやることはなさそうなので、1軍に帯同するんじゃないかなというふうに思ってるんですけど、今のところ2年目も厳しいような感じになってます。そして2人目現健大選手ですね、今年勝負の3年目なんですけど、打率が1割台、これねかなりこれでもいい方で、一時はね0割台とかになってました。なのでちょっとね打席に立てば立つほど数字が悪くなるっていうような感じだったので、それをちょっと懸念して外れるっていうこともありましたけども、アマチュアとか独立リーグとの練習試合では結構活躍するんですよね。あとチャンスではすごく強いです、2軍でも。でこれからねたくさんの外野手をご紹介するんですけど、まあ大渋滞してるんですよね。だからまあ内野でちょっと起用しながら、内藤選手も怪我してるしっていうので打席数をこう確保したりしてるんですけど、守備自体はセンターも守れる選手です。そして3人目が北亮斗選手ということで、勝負のね、3年目になるわけですけども、開幕ねスタメン勝ち取りましたが、まあ非常に波が激しいということで両翼を守る選手です。守備力に関しては向上してますけども、
ね、本来であれば、まあ、2軍で無双してですね、1軍にちょいちょい顔を出すっていう僕イメージをしてたんですけど、ホームラン2発打ってるんですけどね、2割3分を2軍でも切ってるということで、結構苦戦しております。そして4人目が池田龍馬選手ということで、まあ定位置がもうレフトになりつつありますよね。唯一安定してるんじゃないかっていうのがこの池田選手ですけど、打率がね2割6分から7分ぐらいをうろうろしております。まあ OPS もホームランも非常にいいということで、来年ね勝負の3年目かなと思います。まあ開始名ですけど、上位評価をしてもらってると思うので、まあ3年はね、間違いなく、集中的に育成されるんじゃないかなという感じでございます。そして5人目が渡辺晴人選手ということで、ドラフト2021年組になりますけども、まあ今年が勝負の2年目かなということで、去年ですね2020年の中川隼人投手が、まあいろんな理由があるにせよですね、育成契約を結んだってことを考えると、そろそろ21年組にもそういう話が来るんじゃないかなというふうに思ってるんですね。で、渡辺選手に関しては今年2軍でほとんど上位起用で使われてます。なのでなんとかものにしたいっていうような意思が伺えるんですけど、まあセンターも守れると。どうしてもタイプ的にですね、長打が不足してしまう選手なので、打率がねもうちょっとあればまた見栄えはいいのかなっていう感じなんですけど、それでもちょっと苦戦してますよね。そして6人目が杉澤選手ということで、大卒1年目の選手です。まあ、牧田さんが続婚の天才と言わしめた選手なんですけど、今年は苦戦をしているということで、まあなかなかね、杉澤選手が指名された時に、彼クラスで難しいなら、正直ちょっとよほど長打を売りにしてる選手じゃないと、仙台六大学の選手は、やっぱ野手は厳しいのかなっていう見方をしてたんですけど、このまま行ってしまうと、まあその見方通りになっちゃうのかなと思います。そして7人目が渡辺選手ということで、現役ドラフトで獲得をした選手なんですけど、まあこれだけね、外野手がいると、正直機会与えられないですよね。現役ドラフトで入ったドラフトの下位だってことを考えると、正直ちょっとそういう事情になってしまうと。しかも右打ちの外野手なんですね。今言った選手ってほぼ左バッターなんですよね。まあ現選手とかいますけど、右バッターの外野手ってなってきたら、まず若手だと池田龍馬選手で、一軍だと杉本裕太郎選手とかですね、中川圭太とまあ競争しないといけないってことを考えると、まあ厳しいようですよね。まあ以上が2軍の、まあ前島軍の外野手になるんですけども、言っただけで7人います。でここに、育成の平野大和選手とかもいるんでね、平野選手はもう数字はいいですけど、打席数が12打席とかなんで、そもそもチャンスを与えられていないっていうようなことを考えると、ちょっと頭数が多すぎるっていうようなのが課題ですよね。で宗選手がね2021年にブレイクしましたけど、その時って7年目だったんですよ。なので、まあ、6、7年高校生の野手上位指名でも時間がかかってるってことが言えます。そうなってきた時に、やっぱ首脳陣としてはどこまでその待ちたいなと思える逸材かどうかっていうところですよね。で福良 GM は高校生は3年まで、大学生も2年までっていうふうに言ってます。で、おそらく上位とか下位とかあると思うんですけど、そこは変わらないと思うんですよね。で、宗選手、5年目以降、完全にサブ要員だったんですよ。今でいう佐野光大選手みたいな立ち位置ですね。なので、ちょくちょく代打とか守備要員から打席数もらって、結果を出して、奇跡的な逆転を果たしたわけですけど、まあなかなかちょっと稀なケースなのかなと。で、正直今言った7人ですね。まあ渡辺選手が26歳ということで、高卒4年目ですか。まあみんな6、7年目になれば、打ち出すのかもしれないですけども、これ仮に一人もこのまま変わらずですね、台頭しなかった場合、鬼の地獄になってしまうと思うので、まあ一番ベストな方法としては、新しい選手を指名して集中的に、まあ一枠育成させながら、他の2枠で、今言った7人をですね、順番ずつ起用して待つみたいなのがやり方としては一番いいのかなと思いました。幸いにもここ4年ですね、23年から27年まで割と個人的に、目玉の外野手っていうのは一人はいるような状態なので、まあ、なんとかですね、一人指名して、循環していったらいいんじゃないかなっていうのがお話です。例えば今年だとね、まあ、結局僕、渡来選手をドラフト1位指名予想してるんですけども、渡来選手もう揺るぎないんじゃないかなと思うんですね。あまりにちょっと外野が厳しいので。ってなってきた時に、くじ運がね、非常に悪いということで重複した場合は、例えば水戸谷高校の高野選手とかは僕すごく面白いと思います。まあ、右打ちですけどね。まあ、どっちか指名できたら個人的にはいいなっていうふうに思ってるんですけど、じゃあ残り2枠誰にすんねんってことですよね。これをやっぱり順繰り、交代交代で使っていって、まあ DH とかもありますし、現選手を内野でね、起用しながら、バッティングを育成させるってこともできますから、まあその方法が一番ベストなんじゃないかっていう話でした。で、あくまで今言った渡来高野に関しては、個人的にまあ好きな選手なので、オリックスのスカウト陣が、まあ、視察しに行ってる選手についてお話ししようかなと思うんですけど、大阪ガスの三井選手ですね、がっつり視察をしておりました。
大卒3年目の24歳ということで、まあ超即戦力ですけどね、指名したがらないオリックスとしては珍しい傾向ですけど、体格も素晴らしいですし、左打ち、大阪桐蔭、立教と、まあズブズブですよ。高校通算は少ないんですけど、大学通算のホームランは多いということで、12球団を目の前にしてですね、満塁打含む4打点3安打ということで、まあ、大活躍ですね。プロにはもうラストチャンスなんじゃないかっていうふうに個人的にも思っているそうです。まあ、非常にコメント欄でも去年ね、三井選手指名してほしいという声が多かったんで、実際にね、まあ、目にしてるっていうことですから、まあ、どうなるのかはわからないですけども、非常に外野手の問題は深刻だったというテーマでちょっとお話をさせてもらいました。皆さんはいかがでしょうか？ぜひコメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思います。ということで、今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録と、そしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。Ah.